さん、おはようございます。皆さん、良い朝を過ごしているでしょうか。おはようございます。私は昨日の夜アンドーナツ、お腹が空いてアンドーナツがあったんですけど、家にで、パンにね、白い粉がかかってて、私白い粉が振りかかってるパンがめっちゃ大好きなんですよ。そうだから、あーって、あんこかーって、あんこだけどもうなんか白い粉かかってるからなんか美味しそうだなって思って食べて、そしたら中がクリームでアンドーナツじゃなかった。で、幸せのおだやりなです。はい、うん、そう、今日は忙しいですよ、一日。なので今日はね、朝15分だけの配信になると思います。今日雨だね。だって最悪、最の悪ですね。今日レッスンではないです。今日はレッスンではない。でもね、もう横山さんは出婚まであと 4日、23、24、25、25、あと4日なのでね、あっという間だなって感じするんですけれども、頑張りたいと思います。あと5日かな。だって、そっか、4567、ん3、あ、え、今日って 22?3、4、5、6、7 か。ちょっと難しいですね、その数え方が。今日は22、明日はお話し会と一のライブ。それな、お話し会何着ようかな。そうだね、あったかいやつ着ます。明日は祝日だ。だって、え、そうなの、明日祝日なの。勤労感謝の日。おお、なるほどね。いつも勤労してる方に感謝しないと。勤労ってなんだ、働いている人たちへ。ニートの俺からするとみんな偉いだって。いやいや、ニートも偉いですよ、ニートの方も。うん、自信持ってください。オラちゃんのお話し会取りました。あ、ありがとうございます。勤務労働者だからエリちゃんに大感謝です。いつも勇気と希望くれて、あ、勇気と元気くれてありがとうございます。いえいえ、
した。てかチャーハン食べたい。なんか中華街行きたい。でも中華街あんま行ったことないんですよ、ぶっちゃけ。だからどのお店がおすすめって言われても、小籠包のお店と、あとね、2、3回ぐらい行ったことある中華のご飯屋さんがあるんだけど、名前が分かんないんです。場所は分かるけど名前が分かんない。うん、でも横浜中華街はあの寿司三昧があるんですよ、意外と。だからあのちょっと迷ったら寿司三昧に行くことをおすすめします。うん、そうだよ、中華街の寿司三昧。じゃーん、私がいつも使ってるリップクリームです。これがねないとね、ちょっと生きていけない。これめっちゃいいんで、いつもこれ高い、リップクリーム界の中では結構高いんですけど、これがお気に入り。なんかね、なんかベトベトしない、なんかしっとり系なのでおすすめです。なんかあと匂いとかもないし、うん、匂いもないし、なんかベタベタしないし、うん、リップ界隈では高いの。だってなんかリップクリームってさ500円とかでなんかニベアとかの買えるけど、これは1000円ぐらいです。うん、それ使うとおじさんの唇も可愛くなります。可愛くはならないです、でも綺麗になります。うん、うん、キュレルの商品どれもいいね。あのヘアメイクさんとかもなんかキュレルの化粧水とか乳液とかあのいつも持ってくださって、だからいつもステージとかのメイクするときはキュレルの化粧水とか乳液を使ってますっていう豆知識。メモメモ、今日朝だから元気ない気がする。だっていや元気なくはないけど、元気なくはないです、普通。昨日はポケモンして3時ぐらいまでポケモンしてました。ポケモンして
バッチ2個取った、インスタライブまたやってんだって。もうねやらないですよ。ふふ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 、髪切らないの？だって切らない、最近切ったんですけど、最近切りました。メンバーでダイパーリメイクやってる人いる？だって、え、わかんない、教えてください。誰か、なんかポケモンやってるメンバー知りたい、いるのかな。みちゅがやってんのは知ってるけど、うん、みちゅってきたね。みちゅ以外わかんない。おりんやってんのかな。うーん、みちゅは連絡取ってます。あのソロライブ決まった時に連絡くれました。よくめっちゃメンバーの中でも結構 LINE する方、私はみちゅが、全メンバー、普通に全メンバーの中でも結構 LINE する上位。なんかさ、なんか決まった時に AKB のメンバーだったら直接言えるけどさ、言えばいいけど、みちゅ STU だからさ、会う機会もないからさ、全部 LINE で言う。だからうん、そう、なかなか会えないので LINE でしか会話できないから、そう、あれ？てか15分って長いね。あ、行ったそばから。
じゃあ今日はねこの後結構いろいろあるので今日はちょっと短めの配信になりましたが配信終わらせていただきたいと思います。ありがとう。メールを送りますんで待っててください。じゃあ最後におランキング読みたいと思います。いきます。13位タニタニ、12位ホワン、11位タイキ、10位 KK3500、 9位ヒノト、8位アヤカン、7位ファデル、6位ユート、5位ナオキ、4位マッカーシーアットおだし、3位ユイチロアット自慢の推しおだえりな、2位ナオナオ、そして1位はカンタアットカンカン。ありがとうございます。ではじゃあ本日の配信は終わりたいと思います。皆さん見てくれてありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。バイバーイ。